皆さんこんにちは。動物はいつも私たちを驚かせてくれます。しかし時には証拠としてのビデオが残っていなければ誰も信じないようなかなり珍しい行動を取ることがあります。これは鳥の卵のみを餌とするアフリカ卵ヘビです。そしてカメラが捉えたのはアフリカ卵ヘビが卵を盗もうとした瞬間でした。ヘビは鶏小屋の壁に開いた小さな穴から頭を突っ込み、そこにあった2つの卵両方を丸飲みにしました。しかし残念なことに大きな鶏の卵を飲み込んだままでは頭を引き抜くことができません。ヘビは立ち往生してしまい、外に出るためには結局卵を返さねばなりませんでした。さて次の動画では家の近くに来た鹿を男性が撮影しています。しかしこの鹿は男性に素晴らしい贈り物を残しておきました。鹿が跳ねながら森に帰るとき右側の角が落ちました。鹿はさらに400メートルほど走ったところで左側の角も振り落としました。ちなみに全ての種類の鹿の角が定期的に生え変わるわけではなく、これは生息地により異なります。暑い赤道地域に生息する鹿たちの角は生え変わることはなく、熱帯地域の鹿の角は数年に一度不規則に生え変わります。そして温帯に生息する鹿だけが毎年古い角を振り落とすのです。ガチョウの群れと一緒に空を飛ぶ様子を見事ビデオに収めました。彼らはガチョウの群れに近づき、飛行中のガチョウたちに手を伸ばせば届きそうな距離で撮影しました。このグライダーを操縦しているのはフランスの鳥類学者クリスチャン・ムレック氏です。彼らの空中散歩の目的は自然環境で暮らすガチョウたちの研究で、また渡りの期間中のガチョウを保護することです。ムレック氏にはまたドイツからスウェーデンまで一緒に飛行した経験があります。彼らはまた多くの人々に自分のプロジェクトを知ってもらうため観光客を乗せて飛行することもあるそうです。それにしても素晴らしい映像です。もちろん彼の研究は重要で心から敬意を表します。それより何よりまるでおとぎ話の世界のような素晴らしい動画です。今度は街で通りかかる人々をパンチで脅かす面白い猫です。なぜこんなことをしているのかは分かりませんが、可愛くておかしな光景です。次はラジエーターグリルに頭が挟まってしまった鷹です。幸いにもドライバーは安全な場所ですぐに車を止め、鷹の救出を始めました。鷹は生きていましたが、なかなか引っ張り出すことができません。しばらく試みた後、やっと頭が抜けました。鷹は怯えた様子でしたが、怪我はなくすぐに我に返った様子で再び飛び立ちました。これもカメラに撮影された面白い出来事です。オンドリの前に鏡を置くと、誇り高く喧嘩っ早い鳥はそこに映った自分の姿を見て自分自身と戦い始めました。放っておけばこのシャドーボクシングは何日も続きそうでしたが、幸い鏡はすぐに溶けられました。次はオフィスの窓の外にウサギの子供が来たので、スタッフは可愛い姿をビデオに収めようとしました。結果撮影されたのは興味深いものの、当初意図したような可愛いビデオではありませんでした。次はデンマークで撮影された衝撃の瞬間です。風力発電機の安全スイッチは明らかに故障しているようです。そのような時に嵐が来るとブレードは高速で回転します。しばらくするとついに耐えきれずバラバラになってしまいました。これは心が溶けてしまいそうなほど感動的な瞬間です。南アフリカのクルーガー国立公園でまだ小さな子供たちを連れたヒョウが道路を渡っています。子供の中の一匹は道の真ん中で立ち止まってしまい、どこに行くのかわからない状態になりました。優しいお母さんはすぐに駆け寄って正しい道を教えました。次も子育ての大変さを教えてくれるビデオです。お母さんは子グマたちを道路の向こう側に移動させようとしますが、なかなかうまくいきません。どんどん車の列は長くなり、
それに怯えた一匹の子グマは木に登り出す始末です。それでも心優しいお母さんはどの子も見捨てるようなことはしません。素晴らしい忍耐力です。賢くて優しいお母さんのおかげで最後にはみんな揃って道路を渡ることができました。さて皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。